今までは係員がパスポートを見て出国審査を行っていましたが、これからはパスポートを機械にかざすだけでゲートを通れるようになります。新千歳空港で今日から利用が始まった顔認証ゲート。パスポートや顔を自動で確認して、なんとわずか10秒前後で通過できます。その仕組みは、まずはパスポートを機械に置いて正面を向きます。すると内部のカメラが顔を認識、パスポートの IC チップに登録された顔の写真と照合する仕組みです。もしマスクなどで顔を隠した状態だとゲートが開きません。ゲートの導入で入国審査の係員を外国人の対応に集中させる狙いがあります。上陸審査にですね、入国審査官を当てることによりまして、札幌でもですね、オリンピックが開催されますけれども、テロ防止であるとか不法入国の防止ということをしっかりと行っていくことができるというふうに考えております。全国の空港で6番目の導入となった顔認証ゲート、英語や中国語など5つの言語にも対応しています。